この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それにしてもこの楓駅跡前ですね、結構なんか大規模な団地が団地街になってまして、そんなにボロくもないですよ。あのところどころ洗濯物干してあるベランダとかもあるんで、それなりに人も住んでるみたいですしね。それにしてもこの右側のドライブイン的なところは何なんだろう、廃墟なのか単にシーズンじゃないのか、まあとにかくね、誰も泊まってない非常にかわいそうな感じのドライブインですね。高速道路できたらね、誰もここのドライブイン使わないですよね。新夕張の、まあ、セイコーマートとかだったらまあ使う人いるかもしれないですけどね、夕張に向かう人があそこで買い物をする可能性ありますけど、この辺まで来る人っていうとなかなかやっぱり少ないっていうのが現状ではないでしょうか。一応楓の集落っていうのが今でもあるんですよ。楓の集落っていうのは主産業が何なんでしょうかね。林業、炭鉱もまあ昔はあったみたいですけれども、ちょっと夕張の町からはあまりにも離れてますし、まあ、農業っていう感じでもないですし、本当にまあ山奥の集落ですよね。今年はでも連休開始直後に雪降ったぐらいで、5月に入ってからはね、雪が降ってないんで、まだなんかね、今年マシな方かなっていう感じはしますけどね。連休過ぎたらなんか一気になんか夏になりますから、北海道で。で、油断してると草ぼうぼうになるんで、結構この美味しいシーズンって限られてますよね、この廃液探索においては。ただ富里についてはですね、国道沿いにある信号場なんで、そんなに、まあ、季節を問わず撮影していくことができると思います。左側にもなんかビニールのかかってないビニールハウスがあるんですけども、あれも多分メロンとか作るんでしょうね、これから。はい、それでとりあえず新夕張もみじ山の市街地まで戻ってきました。逆光は激しいですね。こう逆光がきついとですね、このドライブレコーダー逆光に弱いんで、後で補正するのはね、とっても難しかったりするんですけど、まあ、いいか、まあ、まあ、おまけですから、これ、おまけ動画なんで、夕張鉄道の方がメインで、夕張施設ね、石勝線の、撮影っていうのは、まあ、おまけですから、特に信号場巡りとかはおまけですね。どれぐらいのクオリティでこのドライブレコーダーで撮影できているのか、ちょっと気がかりではあります。はい、それでは先進んでいきましょう。まあ、夕張の中でもこのもみじ山だけはですね、なんていうか元気な感じがする集落ですね。そんなに規模が大きいわけじゃないんですけれども、まあ、コンビニもセブンイレブン、セイコーマートも2店舗ありますし、まあこれといった産業がない割には元気な印象があります。まあ、交通の要衝というのは唯一の産業になるんでしょうか。
をもうちょっと進むとですね、高速道路、道東自動車道の夕張インターチェンジの、入り口があります。そこはですね、スルーします。夕張インターの入り口です。ここから高速道路に乗ったことは何回かあるんですけど、それをスルーして274号の方を走るのは本当に何年ぶりだろうという感じがしますね。この赤松線現地調査っていうのも多分東大岩県に撮影して以来だろうと思います。橋の名前が富里橋、富里13に里ってなるんで13にだと思うんですよ。どっかから13になる。でもどこから13人なんだろう。追い分けから13人、夕張から13人、ちょっとねそこは分かんないな、まあ、ちょっと後でそこは調べておきましょう。調べればね何か分かるかもしれない。取締りエリア外、富里信号場は、見えてきました。車止めれる、車はね、なんとかね、駐車するスペースはあります。ただ、なんだろうな、キャッチコピーじゃなくて、ランドマークの富里と書いたでっかい、なんだろうな、看板、あれがなくなってますね。あれだけでも残しておいてあげればよかったのに。今はもう完全に入ることができない、無人の駐車場になっています。他に見るべき点もないや。それでは次行きますか。